川越スカラ座は、埼玉県川越市元町一丁目一の一にある映画館。定員124人。コミュニティシネマの一つとされる。前身は1905年に開業した寄せの一力亭。その後、1907年においで館、1921年に川越永遠芸館と改称し、営業を継続したが、戦後の1945年に、 松竹の風切り館の川越松竹館として再建。1963年に川越スカラ座に改称シアターホームランと共に川越市内を代表する映画館として市内の映画ファンに親しまれた。2000年代に入り、埼玉県内の主要都市にシネマコンプレックスが多数開業し、経営的にも苦戦を強いられている。さらには経営者の高齢化も逆風となり、 2006年2月にはライバル館だったシアターホームランが閉館した。その1年3ヶ月後の2007年5月27日を最後にしばらくの休館を余儀なくされた。休館中にはこの劇場で上映会を行った経験を持つ特定非営利活動法人プレイグラウンドに経営が譲られた。プレイグラウンドは参所会員を募り、 同年8月18日に500万円の出資金で再開館を果たした。現在はミニシアター向きの作品を中心に上映する一方、俳優や映画監督を招いての舞台挨拶やトークショーなどの催しも行うコミュニティシネマとして営業を続けている。ありがとうございます。